ああ、もうかなり化粧崩れしているな。ベビー、はい、こんにちは、みきこチャンネルのみきこと申します。今日はですね、離れて暮らす妹と一緒に遊びに行ってきました。妹に会いに行ってきました。で、あえてニット帽をかぶらずに妹と会って遊んで反応を見てみました。で、妹顔出し NG だったんですけど、さらりと OK してくれましてで、今回の動画の最後のあたりに妹が、出てくれてますので、よかったら見てみてください。で、今日は行ったところは、なんか妹が面白い店あるよって言って教えてくれて、で行ってみた店なんですけど、なんかなんていう店だったかな、名前がちょっと忘れちゃったんですけどね、なんか海外のものを取り扱ってるお店みたいで、すごいいろんなものが、雑貨用品がすごい安くて可愛いのが手に入るみたいなショップがあって、そこに妹の勧めで一緒に行ったんですけど、そこで見つけたもので、これ自分でね、これ絵が描けるパズルがあったんですよ。こういうの私すごい欲しくて、なんか面白いじゃないですか、自分の絵がパズルになるっていいなと思って、これを2つ買ってきたのと、あとはこれですね、ゴリラスタンドを買ってきました。これはずっと欲しかったものだったんで、でしかもこれがね600円ですごい安くて、確か100均とかでも売ってる気がするんですけど、でも一回これ使って、これを使って妹と撮影したんですけど、ものすごい使い心地が良くて、早速使ってみて使い心地の良さに、感動しました。はい、これとこれと、あとはねちょっといろいろと買ってきたんですけど、こんな感じで雑貨を今日は中心に買ってきました。他にももろもろなんか細々したものを買ったんですけど、うん、服とかは今日は買わずに帰ってきました。で、二人でまったりとお茶を飲みながら動画もちょっと撮影したりとかして、次にもし妹がゆっくり会える時があったら、二人でなんか企画やりたいねっていう話をして、でロシアンルーレットやりたいねみたいな話になって、いつできるかなみたいな感じなんですけどね、なかなかお姉ちゃんに構ってくれる時間がない、忙しい子なので、ちょっとね寂しいんですけどね、シスコンとしては寂しいんですけどでも妹離れしなきゃいけないので、私も多分この動画を見てくれているであろう私の愛する妹また近々会える時を楽しみに、お姉ちゃんは楽しみにしてるからねということで、今日は妹と楽しんできたよっていう動画を今からお見せいたします。すんごくグダグダしてるんですけど、どうぞ。姿を見てどう思いましたか？ちゃんと自己紹介しましょう。坊主の妹です。坊主の妹。坊主の妹です。妹と今日はお買い物に来ました。ね。待ち合わせして、姉ちゃんがどこから来てるかすぐ分かった。あ、あれだ。あの坊主。坊主来たー。何を言うか考えてた。すげえ、本当に。今日一日、坊主。
ポーズと一緒に過ごした感想は、なんかね、いつもより周りからすごい見られてる感じ。いつもだとそんな気にしないんだけど、今日なんかすごい目線感じる。いまだに今もなおね、楽しかったね。あとね、店員さんがすげえみんな優しかった。なぜか優しい、みんな何かに気使ってくれてる。そうだね、気使われてじゃないのになぜかみんな優しいな。次に妹が登場するときは、ロシアンルーレット対決しようってね。たこ焼きの、たこ焼き作る、たこ焼き作りたくない、作ろう、作ろうね、うん、じゃあたこ焼きのロシアンルーレットで、中には何入れるか。銀杏、えげつないね。お互い綺麗な、お互い綺麗な銀杏が一番の最悪なもので、うん、美味しくなったでしょ。うん、だからそうだね、ロシアンルーレットでデスソースをとりあえず買ってきて、タバスコでしょ、デスソースやります。はい、とまあこんな感じですごく本当にグダ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 してましたが、バイバイとかってやってたけど、周りに人がいすぎて、私はすごいそういうの坊主にしてるくせに動画撮ってるところ見られるのは恥ずかしいっていうわけがわからない人間なんですけどね。今日はとにかく楽しい一日でした。妹よありがとう。はい、いやもうこんな感じでグダグダの動画になってしまいましたが、今日の動画はここまでです。ちょっとでもいいなと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。それでは、あ、そうだ、ツイッターも概要欄のところに載せてますので、よかったらフォローをしてください。であとコメントも書いてください、よろしくお願いします。今日は一日妹と一緒にいれて幸せでしたということで、また明日。それでは。